俺は早速あの投稿者の元に向かった。磨けば絶対輝く、君の漫画は磨けば光る、一緒にやっていかないか。僕はすごく不安になった。今まで何一つ成功したことがない、褒められたこともあんまりない。やっていけるのか。大丈夫、絶対大丈夫、俺と一緒にやっていこうよ。僕も頑張るよ。もうダメかもしれない。いくらやっても芽が出ない。つらい。もうペンを折ろうかな。そう思っていた。編集長との約束で俺は普段の業務を終わらせてから先生の作品を確認していた。正直つらい。でも頑張んないと。先生と一緒に頑張んないと。僕はアルバイトで手一杯でなかなか原稿が進んでいない。泥のように眠っている姿を見て僕は驚いた。お前ちゃんと書いてんのかよ。適当に書いてねえか。まだまだやれんだろ、といつも僕に言ってくる彼が。ああごめん。原稿終わったか。じゃあ俺帰るわ。となんで心配かけてんだよ。俺が支えないといけないのに。こんなんじゃちゃんとやんないと。ちゃんとやんないと。あんな一生懸命やってくれてたなんて。変わんないと。ちゃんとやんないと。突然不意に鳴り響くベルの。ちょっと付き合ってくれよ、飲み行こうぜ。僕は悟った。そういうことか。俺お前の担当から外れることになった。ごめんな。ありがとうな。ありがとう。僕らはどこにいたとしても繋がってゆける。